東海道赤坂宿大橋や、歌川広重、東海道五十三次赤坂旗子とは、旅人を宿泊させ、食事を提供することを業とする日本の家のことである。旗子屋の略。江戸時代に営業、故障していたが、近代以降も旗子、または旗子屋の名称を、宿やホテルの名称として使う場合がある。本校では主に、 江戸時代の五街道の旗子屋について詳述する。東海道五十三次関宿を代表する旗子の一つだった藍津屋旗子という言葉は、もともとは旅の時、馬の飼料を入れる籠のことであった。それが旅人の食料等を入れる器、は、転じて宿屋で出される食事の意味になり、食事を提供する宿屋のことを旗子屋、略して旗子と呼ぶようになった。 宿屋という視点から見ると、現代の旅館であり、また、格式が上がるごとに、本陣脇本陣となり、参勤交代の大名家や区下が宿泊するご街道に、門を構えるそれらの格式のある旗子は、名主や休暇が務めることが多かった。そのため、本陣等に格式が上がると、武家屋敷の門がある代わりに、一般客を止めてはならない等の制約があり、 参勤交代制度がなくなると、宿屋を続けることが困難になる家も多かった。江戸時代の五街道には宿場ごとに多くの旗子があり、武士や一般庶民の泊まり客で賑わった。次第に接客用のいい森上奥、いい森旗子といい森上奥ない、平旗子に分かれていった。しかし、明治時代になって、旧街道が廃れ、鉄道網が発達してくると、 徒歩や牛馬による交通が減少し、旗子も廃業に追い込まれたり、駅前に移転したりするところが相次ぐようになった。現在でも、旧宿場町の同じ場所で、昔のままに旅館を営んでいるものは数えるほどしかない。混雑時には合部屋が求められ、女性の旅客は難儀をしたとされる。旗子の宿泊代は、おおむね一泊200から300分程度が一般的だった。 木の国屋の夕飯以下は、大阪の豪商、増谷平衛門の仙台下校日記より0時。夕飯は、一重二、三歳が標準であった。以下の旗子が、昔の街道の宿場に現存し、営業を続けていて宿泊することができる。中仙道もちき宿、大和や名は二年建築以下の旧旗子が、昔の街道の宿場に現存し、宿泊はできないが、 一般公開されていて、見学することができる。旗子の考察江戸時代の中頃になると、強引な客引きや、飯盛り女を嫌ったり、一人旅をしたりする行商人などから、安心して泊まれる宿が欲しい、という要望が増えたため、各地で旗子による組合ができた。例えば、何は組では、主要街道筋の真面目な有料旗子を指定し、仮名宿には、 目印の看板をかけさせるとともに、組合に加入している旅人に、所定の観察を渡して、宿泊の際に提示させるようにした。また、何は組道中記、何は工場や土町を発行し、各宿駅ごとに、高下名の旗小屋や休み所の名を掲載するとともに、道中記としても役立つ道案内を兼ねた情報を掲載した。また明治に入ると参勤交代の消滅から、 宿場町の本陣脇本陣が廃業に追い込まれた。この中で、東海道を吉塾の脇本陣水口や皆ぐちゃは、庶民に宿泊の対象を変え、品川塾から伊勢に至る、有料旅館の組合、一新校舎を作った。また、伊藤博文、山形有も西園寺金持ちも、風光明媚のお吉をたびたび訪れて、水口や皆ぐちゃへ投縮をした。他方、 新成功といった団体も、改正な庭校、一新校舎等と併設されているが、旅で派生した手荷物を安全に運ぶ団体である。この新成功は、現在の日本通運の前身である。ありがとうございます。